リン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 は中国産稀で東京都台東区上野公園内の東京都恩師、上野動物園で飼育されていたオスのジャイアントパンダである。2008年に22歳で死んだ時、上野動物園で唯一のジャイアントパンダであり、日本では最高齢のパンダだった。リンリンは上野動物園の重要なシンボルとして、また日中友好のシンボルとしても活躍した。 1992年に日本に譲渡されたリンリンは日本が直接所有権を持つ唯一のジャイアントパンダだった。2008年4月現在、日本には他に8頭のジャイアントパンダが存在しているが、いずれも中国から日本に貸し出されたものである。1985年9月5日、中国、北京の北京動物園で生まれた。 1990年代、リンリンを台湾へ送る計画があったが、実行されなかった。1992年11月13日、上野動物園生まれのオスのユーユーと交換で来日した。1992年の日本と中国の間のパンダ交換は、1972年の日中国交正常化から20周年となるのを記念して行われた。 以降15年以上にわたって、リンリンは上野動物園で最も人気のあるアトラクションの一つとなっていた。上野動物園ではリンリンとメスのパンダトントンをペアにした。2頭のパンダはつがいになったが、正常に繁殖することができず、子を産まなかった。トントンは2000年に死亡し、リンリンは上野動物園の唯一のジャイアントパンダとなった。上野動物園は2001年以降、 他のパンダとリンリンとの間で人工受精を行ったが成功しなかった。リンリンは繁殖のためにメキシコのチャプルテペック動物園に3回送られた。高齢のために2007年8月からリンリンの健康状態が悪化し始め、体力や食欲の衰えなどの症状が見られた。リンリンは2007年9月以来、心臓や腎臓の病気で投薬中だった。 ゴールデンウィーク初日の2008年4月29日に、リンリンの公開展示を中止した。上野動物園では、集中治療を受けるために展示を中止したと説明した。治療の会なく、リンリンは公開展示を中止した。翌日の4月30日の午前2時頃に死亡した。冒険により、死因は心不全であったことが分かった。死亡時の年齢は22歳7ヶ月5日で、 人間では70歳に相当する。上野動物園によれば、リンリンは日本で最も高齢のパンダであり、飼育されたオスのパンダでは世界で5番目に高齢であった。リンリンの肖像画が刑事に展示され、好きな食べ物だったタケノコが備えられた。動物園の訪問者は花束を備え、弔問者法明録に記帳した。上野動物園のリンリンの展示プレートリンリンの死により、 1972年10月に日中国交正常化のためにカンカンとランランの2頭が動物園に送られて以来36年ぶりに上野動物園にジャイアントパンダがいなくなった。上野動物園ではリンリンの喪失による訪問者数の減少が懸念されていると伝えられた。上野動物園の来園者数は年間約350万人で休日や週末には 約4万人が訪れる。しかし、来園者の多くは、リンリンらパンダを見るために来ていた。パンダのいない状態では、現在の訪問者数を維持できない恐れがあるとして、上野動物園は、中国から新しいパンダを購入することについて、外務省と相談していた。リンリンは、日本政府や日本の機関が直接所有していた、唯一のジャイアントパンダだった。 2008年現在、日本全国に8頭のパンダがいるが、これらは中国からの対応を受けたものであり、日本の所有ではない。和歌山県白浜のアドベンチャーワールドには、中国のパンダが6頭、神戸市の神戸市立王子動物園には2頭のパンダが、居住している。福田康夫首相は、胡錦東国家主席に対し、林リ林ンリンの死後、2頭のパンダを求めた。 2011年2月21日に上野動物園に力力と心心が到着した。ありがとうございます。